ペーター・ジーモン・パラスは、ドイツの動物学者、植物学者で、ロシアで働いた。ベルリンで、医学者の息子に生まれた。家庭教師から教育を受け、自然科学に興味を持った。ハレ大学、ゲッティンゲン大学で学び19歳で、ライデン大学で博士号を得た。ハーグに住み、1766年には新たに、発見され、オランダの博物館に収集された。 脊椎動物の記述を含む著書ミセレーニアズーロジカを発表した。パラスの動物の分類法はジョルジュ・キュビエによって賞賛された。アフリカ南部や新大陸への旅行を計画したが、父親にベルリンへ呼び戻された。1767年にロシアのエカチェリーナ2世からサンクトペテルブルク科学アカデミーの教授として招かれ、 1768年から1774年の間、バイカル湖の東岸までのロシア各地を調査した。それらの調査結果は、定期的にサンクトペテルブルクに送られ、後に、ロシア帝国の諸地域の旅として出版された。地理学や、鉱物学、シベリア先住民族やその宗教、新しい動植物について記述された。 1793年から1794年にかけて2回目の探検隊を率いて、ロシア南部を旅し、PS パラスバメアーカンガンアウフアイナーライゼインダイ、サドリカンスタッチトルターシャフテンデルションライヒスを表した。1810年にベルリンに戻り、翌年亡した。中央アジアに分布するマヌルネコをはじめとする多くの動物の英名に、パラスの名が付けられ、 クラスノヤルスク隕石から採取された遺鉄隕石の組織はパラサイトと名付けられた。小惑星ペツインパラズはパラスにちなんで命名された。パラスの探検では隕石の研究の歴史において重要な記録が残されている。当時まだ起源の知られていなかった隕石を持ち帰り探検機にこの鉱物が1749年に クラスノヤルスクの南部の村に空から落ちてきたという現地の人々の証言を報告した。この隕石はドイツの物理学者エルンストクラドニによって研究され1794年にパラス鉄などの起源と関係する自然現象についてという研究で隕石の地球外起源説を初めて唱えられることになった。ペツインパラズイコール 1992bh に イコール 1998KT43 イコール 1999XV121MPC2021 年9月7日閲覧ポールは植物の学名で命名者を示す場合にペーター・ジーモンパラスを示すのに使われる Wikimedia Commons にはペーター・ジーモンパラスに関するカテゴリーがありますありがとうございます